今年も佐喜眞地域の夏祭りのトップを飾り、陽花夏祭りを盛大に開催できることができましたことを厚く御礼申し上げます。花火大会の開催も大変危惧された時期がありましたが、120年を超える伝統を持つ陽花夏祭りの日を切ってはならないと市民による実行委員会を組織し継続してまいりました。おかげをもちまして、多くの企業、商店、市民の皆様のご理解とご協力をいただき、今年も盛大な花火大会を開催することができました。陽花夏祭り花火大会の名物となりましたお祝い花火も盛大に打ち上げ、お祝いさせていただきます。このように盛大に花火大会が開催できますことを心より感謝申し上げます。それでは陽花夏祭りのフィナーレを飾る豪華花火大会を心ゆくまでお楽しみください。シリーズ2ワイタン美容室ヘアスポット塾根本郷美容西村小桜ニコニコ薬局日光電機陽花原付ツーリング陽花ツーリング陽花ツーリング陽美容室株式会社西村公益社竹賞米賞麻布新賞書道教室小原流いけばな教室浜田宝碧有限会社松大気工務店上京米国店西本仏壇店株式会社大田垣板金工作所ローソン矢部洋菓店住友生命洋菓支部大徳醤油株式会社株式会社西垣お食事処西八トヨタカローラ姫路株式会社洋菓店小畑鉄工株式会社パルス工業株式会社有限会社西村工業所株式会社ハウスエイド山陰防水工業株式会社木村石材店田村司法書士事務所社会福祉法人カルフェス田島石材株式会社株式会社国見コンサルタント赤新書道会国大進学セミナー精神科有限会社ドネルカ山根家具ことに新和製鋼社陽花病院の外出田島長大薬局の陽花店和光印刷株式会社メナード化粧品大手フラワーギャラリー花火より浜新旧整骨院共栄石田製鋼店港屋有限会社西島クローバー谷垣マルショービューティーボックスチームThank you.
イン中尾、ヤノテンジャペン、高柳モーターズ、昭和リース株式会社、株式会社石村商店洋館駐輪場、有限会社永田康夫商事、有限会社洋館メディア、全山革新株式会社、株式会社洋館木材市場、四季、兵庫、中条林産株式会社、キッチンハウストマト、佐伯建築株式会社、ペイントワーク株式会社、ヘイズファクトリー、八伏せの里洋館、ホテル、ファミリーマート洋館地下、森田スポーツ、ファミリーマート洋館高柳店、氷河期スポーツ、スナックリミット、富士五湖工業所、有限会社水道ドライ、私自身会社、明徳美術洋館ご飯屋、田畑美術工所、カットサロンメテル、スナックアーダ社長会社、スナックアーダ、ECC 洋館新発表室、株式会社洋館店長、川本保健室長、船会館長、ガーデニア店長、レストラン、ヘアスタジオ、株式会社東海新宿の中野商店店長、有限会社オハイサービス工業、中野カイロプラクティック、有限会社、株式自家用自動車協会、白バラ牛乳洋館店、うなこ来たから来たよ、なでしこ薬局8日で、阪神町内薬局8日で、谷岡建材株式会社、株式会社掃除工業、日産タジム販売株式会社8日で、株式会社システムリサーチ、センターグラス、8日郵便局、匿名2名。連続50周。